1929年の中祖紛争、あるいは、は、中東鉄道をめぐり、ソビエト連邦と中華民国の間で起こった軍事衝突である。中東の事件、笹草戦争とも呼ばれる。北伐を終えて統一された中国にとって、外国との初めての交戦であった。紛争の発端は、中祖の共同管理下に置かれていた中東鉄道の利権を、 中国が実力で回収しようとしたことにある。ソ連は自衛を理由に軍を満州国境地帯に送り込み、超学領軍を粉砕しすべての権益を回復した。その後現状復帰を内容とする停戦協定が結ばれてソ連軍は撤収したが、中国側は協定の無効を主張して再交渉を要求し続けた。1917年、ロシア革命が起こり、 ロシア臨時政府が誕生した。1917年10月にソビエト革命が起こり、ついでロシア内戦が起こると、1917年12月より中国内ロシア租借地である中東鉄道付属地においてシベリア臨時政府に従っていた中東鉄道長官ドミトリー・ホルバート中将と中国政府がソビエト勢力の取り締まりを始めた。 1919年より、親白系ロシア人の北洋政府ダンキズ断基髄下の女女僧が、ソトモーコの統治を行ったが、1920年の安直戦争により暗記派が直霊派に負け、日本軍も極東共和国と干渉国建設応募描きを結んで、ロシア極東より撤兵したため、赤軍と極東共和国軍によって1921年にソトモーコが石化した。 1922年に、長作林、段気随、孫文の三者は、半自家三角同盟を結び、第一次、笹口じ戦争を行うが、直霊派に負けてしまう。1924年1月に、革命政府は要求を打ち出し、ソビエト連邦の支援の下で、国境合作を始めた。ロシア帝国が新国から獲得した中東鉄道の利権は、 1924年5月に、ソビエト連邦が直令派の北洋政府と、カラハン協定、及び中祖解決権案対抗協定を結ぶことで、ソビエト連邦に承継されたが、直令派と対立していた東三世の長作林政権により抵抗されることとなった。しかし、9月18日の革命政府の北伐宣言により、長作林政権が、 管内出兵を決意すると、超作林政権は妥協した笹ササグソ協定に調印し、ソ連の利権を認めることとなった。その後、第二次、笹ササグ自家戦争が起き、直霊派が敗北した。笹ササグソ協定に定められた、管理形態は対等な共同経営が基本で、鉄道経営のトップとして置かれた、理事会は中祖から5人ずつの理事で構成され、 理事会での完全な平等の確立が謳われていた。従業員の採用も、双方の理事が対等の権利を有するものとなっていた。しかし、白系ロシア人の多い満州において、超作林政権とソ連の関係は良好ではなく、中東鉄道の運営はしばしば、超作林政権からの抗議を受けることになった。特に、ソ連人で共産党員の中東鉄道管理局長の、 AI 岩ワノフが実権を握り、第94号命令などにより、理事会を有名無実にし問題となっていた。1926年1月には、張作林が要求した軍隊の無料輸送をめぐって、対立が表面化し、反対した岩ワノフ支配人らロシア人幹部が中国関係に逮捕され、理事の解任や労働組合の解散が行われた。この時ソ連政府は、 妥協案を提示して外交決着を図った。張作人は岩野府の鋼鉄や鉄道の政治利用の禁止などの妥協案を受け入れ、拘束者の解放を行った。その後、張作林軍が北京を占領した時にも、1927年4月にソ連大使館の家宅捜索等を行い、ソ連と外交問題を起こした。調作人の主張は天津での暴動を計画している。 中国共産党員がかくまわれていたというもので、実際に大使館内にいた多数の共産党員が逮捕されたほか、ロシア人19人も逮捕された。多数の機密資料も押収された。この捜索は外交居住区の管理権者であったデンマーク公使の許可を得て行われたものであった。同年2月には外交官を移送中のソ連船が打破されていた。この時もソ連は、 最終的に全面衝突を回避した。抗議の上大使館を閉鎖したが、各地の領事館はそのまま維持した。1928年、超作林爆殺事件が起きると、後継者の超学良は、同年12月に駅死して、国民政府に基準した。これにより、北伐が完了し、中国全土は一様の統一を見た。国民政府を主導する小解析は、 反共主義であったため、ソ連との対立関係は続いたが、その結果帰ってその他の列強と中国の関係は、好転し、条約改正による関税自主権の回復などを実現していった。小ただし人氏はその微暴力で、国民党が超学寮の力を削減しようとして、彼にやらせたことを示唆している。駅誌したのと同じ百二十八年十二月、超学良は、 中東鉄道の実力行使による改修へと動き始めた。最初のテストケースとして着手したのは中東鉄道に付属し、同様に中祖の共同管理下にあった電話局の接種だった。12月22日、法天当局の警察隊が電話局を占拠し、29日には中東鉄道の車機を降ろさせて国民政府の聖天白日付を掲げた。ソ連政府は 電話局の選挙を協定違反であるとして非難したが、長学料は交渉を拒絶した。そして、中国側は、然るべき時に、中東鉄道の排他的支配を回復するとの声明を発表した。1929年5月27日、中華民、国崎山省北部特警管理局は、ハルビンのソ連総領事館において、 コミンテールンの秘密会議が開かれていることを突き止め、同僚時間を捜索して、中国とソ連の共産党員39人を逮捕した。中国側によれば、この際に押収された文書からいくつかのソ連の陰謀が明らかになった。その中には、中東鉄道の職員の構成が中祖で平均されることを妨害し、ソ連人以外の排除と、 共産党員の補充を命じるモスクワからハルビンへの伝文が含まれていた。中東鉄道の人事問題に関しては、実際、前年の12月に、ソ連のレフ・カラハン外務人民委員代理が、ソ連共産党の中央委員会に対して、人員整理の必要を訴える書簡を送っていた。カラハンによると、中東鉄道の職員は、中国側の要求で不必要に増加しており、 ポスト確保のため多くの官職が作られ、大量の補助金が投下されていた。その結果、運賃収入の増加にもかかわらず、経営状態は悪化して、中国銀行からの巨額の借り入れが必要になっていたという、増収賄、怠慢、強欲、横領が日常茶飯事の中国風の企業と化していたと評している。カラハンは合理化策として、支配人の権限を縮小して、 内部統制を充実させるとともに、公金横領者、収賄者を解雇して、できれば共産党員のソ連側職員と交代させることを提案していた。7月7日から小介席は、超学僚及び外交部長の王政定とこの問題について協議を始めた。7月10日、彼らは中東鉄道を改修するためソ連人と共産主義者を追放することを決定し、 直ちに実行させた。中東鉄道理事長のロイ・カンは、管理局長の AIM 社の風を罷免して、代理局長に中国人副局長の藩その際を任命するとともに、ソ連人の幹部職員59人を免職させ、強制送還を命じた。東北電製監督の翔武氏は、鉄道専用以外の中東鉄道全線の電信電話施設を改修。 特区行政庁の長経験は、ソ連極東防易局、商船局、商業連合会等の商業機関と、各ソ連人従業員組合に解散を命令した。強制総監者以外に140人以上のソ連国民が拘束された。7月13日、ソ連政府は処分の取り消しを要求する最後通帳を国民政府へ提示したが、国民政府は騒乱。 治安事件の防止のための措置であり純防衛目的のものとしてソ連の要求を拒絶した。そればかりか1000人以上の中国人移民及び商人がソ連によって不当拘束されているとして逆にソ連側を非難した。7月18日、ソ連は中祖代理大使の夏井数に国交断絶を通告、同時に外交官、聖務人委員。 中東鉄道社員に帰国命令を出し、中国、ソ連間の鉄道すべてを閉鎖するとともに、開戦準備として国境へ軍隊を集結させた。7月19日、国民政府は、中蘇大使館、領事館員全員の召喚を決定するとともに、国際宣言を発表し、ハルビン領事館の捜索結果を世界に公開、国内に対しては、ソ連の陰謀を阻止するため、 緊急防衛体制に就くよう指示を出した。7月下旬には国境地帯に双方の軍隊が退治し軍事的自衛活動が展開された。神経戦で口述するように7月20日にはソ連軍からの攻撃が始まっていたとも言われる。逆にソ連側も中国兵のソ連領内への越境など挑発行為があったとして激しく非難しすべての責任は 中国政府が追うものだとの見解を発表した。中国国内では反素的世論が高まり、7月下旬から9月にかけて盛んに市民集会が開かれて、ソ連製品のボイコットや拘束者の即時処刑などを求める決議が行われた。決議の中には日本の介入を警戒して介入禁止通告を日本に出すよう求めたものも含まれていた。 中国政府もこれらの集会に政府関係者を出席させ航空機から宣伝ビラを配布するなどして世論を煽っていた。双方の外交部が本国召喚されながらも依然として外交交渉は続けられた。7月22日と29日にそれぞれ蔡運省と張学寮から拘束者の解放と1924年協定の 全面見直しを内容とする解決案が提示されたが、ソ連側のカラハンは暴力的な回収を合法化するものだとして拒絶した。8月27日になって南京政府は1924年協定を遵守した上で支配人の交代を行う胸の大幅な情報をソ連側に告げた。しかしソ連側は支配人の交代は認めないとの強硬な回答を 中モスクワのドイツ大使、ヘルベルトフォン・ディルクセンを通じて返した。ソ連のヨシフ・スターリンは、すでに8月初陣の段階で、軍事侵攻を決心していたからであった。ソ連側が警戒していたのは、日本の関東軍の介入であったが、日本が厳正中立の立場を取ることが明確になったため、軍事侵攻の選択が決定されていたのであった。ソ連軍が投入した T-18 戦車。 8月6日、ソ連は中国との戦闘に備えて特別極東軍を編成した。司令官に選ばれたブルヘル将軍は在家ソビエト軍事顧問団長としての経験があり、中国軍の内情を知り尽くしていた。ブリアート人からなる独立機兵大隊など現地編成の部隊を増設し、総兵力は3万人と称した。 主たる戦闘が起きた10月から11月にも大幅な戦力増強が行われている。中国側の観測では、ソ連軍は陸海空軍8万人の大部隊を国境周辺に配置していた。対する中国側は、長学良が率いる旧方天派の東北軍は、総兵力27万人とされたが、治安維持や満州南部の防備を考慮すると、そのうちの10万人程度しか、 大祖戦には使用できないものとみられた。満州以外の地域からの増援も期待できなかった。残豪に展開した中国軍不評部隊。装備の面では質量ともにソ連軍が優位であった。例えば火方はソ連軍が重砲十数門を含む約200門に対して中国軍は不評砲主体の135門で重砲はなかった。機関銃では ソ連軍が重機関銃294丁、軽機関銃268丁に対して中国軍は重機関銃99丁のみだった。航空機はソ連軍の35機の60機に対して中国軍はわずか5機だった。駅姉妹の法典派は1924年までに各種合計45機の軍用機を取得していたが、1929年当時までに 機材の老朽化が進んで、少数のブレゲー14程度しか実戦投入できなかった。7月14日のソ連領事館引き上げ以降、満州北部の国境線では、軍事演習や軍用機による G 飛行など、軍事的 G 活動が相次ぎ、神経線が展開された。満州里では住民にパニックが起きた。中国側によると、ソ連軍の行動は、 G 活動にとどまらず、7月20日には、中東鉄道の東端の水噴火方面で砲、爆撃、23日には、北東辺境の国流港、松花江合流点付近で、中国船舶の打砲26日には、中東鉄道の西端の満州座と方面の山方向から砲撃が開始されていたという。その後も、中国側主張によれば、8月4日に、消華口頭部、 8月16日に国旅交流域8月23日の密山周辺8月28日から30日など交戦が続いた。これらは統一後の中国が初めて外国からの武力攻撃を受けるものであり、小解析は国民政府主席として全国に徹底交戦を通電した。逆にソ連側も中国軍及び白系ロシア人部隊が 越境略奪や射撃、河川への浮遊嫌いの放流を行っているとして、避難していた。ソ連軍の進行系ロズ。中国工房艦隊に属していた、リアス氏のドイツ艦時代の写真。ソ連軍と交戦したが、撃沈は免れた。草原に整列するソ連軍のポリカルポフアル -1K 爆撃機。9月内し10月には、両軍の本格的な戦闘が開始された。 戦闘開始の責任について、中ソ両陣営とも、相手方の戦線不酷なき不当な先制攻撃があったと主張していた。ソ連が自衛を大義名分に攻撃を正当化する手法は、フィンランドとの冬戦争などでも見られたことであるが、今回は実際にも中国側の暴力的な財産侵害が先行していた。国立港、松花江合流地点方面では、 中国側によると9月から本格的なソ連軍の攻撃が始まり、9月19日に水浜、10月12日に国流港と松花江合流点の動向、10月31日に富金を攻略し、松花江沿いの約50キロにわたって進行した。うち10月12日の戦闘では、ソ連軍のアムール召艦隊が航空機の援護を受けて進行し、 中国軍工防艦隊と水上戦闘になった。中国艦隊は、宝冠、リ都市や武装商船、公兵、交通、高安氏などを失って壊滅し、関西砲13門が露革されたほか、ソ連軍上陸部隊との地上戦闘も合わせて、死傷250名、捕虜150名、陸上下方21問露革などの大損害を受けた。 中国側のラハスス要塞は占領された。中国側はソ連艦2隻、炎上、1隻撃破と航空機2機撃墜を主張したが、ソ連側の記録によると、戦死5名、戦勝24名と、軽微な損害であった。10月30日には、富近攻略に来襲したソ連下戦艦隊と、中国工房艦隊残党の戦闘も起きており、この時も中国側は砲艦、奉艦 コートールなどを失って敗北した。ソ連側の記録では、地上戦と合わせて中国軍の戦士300名、戦勝、捕虜数百名の損害を受けた。ソ連側の損害は、戦士3名と戦勝11名だったとされる。中国側の河川艦隊はほぼ全滅状態となった、他一連の過程で、小船9隻が打破された。主戦場となった満州座と方面では、 中国側によると7月26日からソ連軍の砲撃が始まっていた。ソ連軍は戦車、航空機を利用して数度にわたる総攻撃を行い、11月には国境用地である満州座とダライノール同月24日にはハイラルを攻略した。11月17日夜にソ連軍は大規模な進撃を開始した。 ダライノール守備を担当した中国軍第17旅7000人は、一昼夜の激戦により、将兵のほとんどが死傷、旅長の反光台も、戦死という大損害を被った。満州座とを守備していた中国軍第15旅も、ソ連軍に包囲され、旅長の領中高一家の幹部は、日本領事館に逃げ込んだ後、ソ連軍に投降した。ソ連側の記録によると、 ダライノールと満州座との戦闘で中国兵1,500人が戦死し、9,000人以上が捕虜となったのに対し、ソ連軍の損害は戦死123人と戦勝605人であった。大砲30門、走行列車2本などがソ連軍によって露隔された。ソ連軍によると27日にはほとんど無抵抗でハイラルを占領した。広かずずに、 中国軍の残存部隊が発見されると、ハイラルに進出したソ連軍航空部隊が、28日に、広勝駅と中国軍部隊に対し爆撃を行った。水噴火方面においては、中国側によると7月20日から砲撃と爆撃により、ソ連軍が攻撃を開始し、12月までに数度の攻撃を行ったが、中国軍の防御にあって進行できなかった。これに対し、 ソ連側によると、半角方面の中国軍が今へ侵攻したと称し、自衛名目でソ連軍の作戦は実行された。攻撃は、沿海集軍団と第一太平洋、狙撃師団によって行われた。11月17日に密山の爆撃が開始され、騎兵と不評の混成部隊が密山を占領した。ソ連側の記録によると、中国軍は1500名が死傷し、 135名が捕虜となったほか、機関16丁、迫撃砲六門、馬200頭大量の機密書類が露画された。ソ連側の名目である、マン侵攻に対する自衛は、でっち上げであったとみられる。以上の一連の戦闘での中国軍の損害は、大きく、一説によると戦死約1690人、戦傷約2210人、捕虜約6900人、 行方不明約1800人に上った。ソ連側資料によると捕虜は9500人に達することになる。ソ連軍は捕虜にした中国兵のうち数百、数千人を河川へ投げ込んで処分したとする説もある。ソ連軍の進行と示し合わせた中国共産党は10月末に関東省の解放、陸方方面で行動を開始した。毛沢東、首都区等の率いる。 共産軍は、関東、福建、後世の小社近辺で暴動を起こし、翌年2月に、随近で、後世ソビエトを成立させた。ソ連の協力者である、表玉省も、中央国民政府に対し反旗を翻していたため、国民政府は、その討伐作戦も展開しなければならなかった。軍事的敗北と、国内情勢の悪化から、中国は、停戦を模索し始めた。 当時の中毒大使だった小作品の要請に応えてドイツ政府が調停作業を進めベルリンにおいて交渉が行われたがソ連は全く情報の意思を見せず圧線工作は失敗した11月26日国民政府は各国の調査団が現地を訪問して侵略の実態を調査してほしいと訴えたアメリカのヘンリー・スティムソン国務長官はこれに応えて 英物を勧誘し、12月1日に、米、英、仏つの3カ国共同声明を発表した。声明の内容は、ソ連の行為を不戦条約違反であると非難すると、共に、朝廷に立つ用意があるとして、停戦を要請するものであった。しかし、12月3日、ソ連は、自衛戦争であって、不戦条約違反ではなく共同声明は不当な、干渉だと回答し、 第三者の介入を拒否して、直接交渉に応ずるとした。12月16日からハバルフスクにおいて、中国側代表の蔡運省と、ソ連外務人民,民委員会代表へシマノフスキーによる中訴の直接交渉が行われ、22日に、いわゆるハバルフスク議定書が調印された。その内容は、ソ連理事、管理局長、副管理局長の副職。 衝突期間内の逮捕者の相互釈放。ソ連人職員の免職処分の取り消し、停職期間中の給与の支払い。中国関係の手による、白系ロシア人の武装解除と責任者の東さん、小からの追放。中祖双方の領事館と商業機構の再開。というものであった。ハバルフスク議定書調印を受けて、12月25日には、ソ連軍は、 撤収を完了した。翌1930年1月10日以降、中東鉄道の運行も次第に回復した。ところが、国民政府は、ハバルフスク議定書は、ソ連側の主張を一方的に認めたものとして批准せず、交渉の再開を求めた。新たに、中東鉄道理事長のバク特営が全権として、モスクワに派遣されたが、ソ連は、 ハバルフスクギテーシ定書の有効性を主張し、1930年10月から25回に及んだ会談においても何の成果も得られなかった。この国民政府の行動の背後には中祖の接近を警戒する列強の指示があったと見られる。中祖間の中東鉄道交渉は満州事変の勃発により、1931年10月末をもって事実上の中止となった。スティムソンは 早くから中東鉄道の利権に関心を寄せており、7月25日には中東鉄道を米英普通日独による合同委員会の管理下に移させる提案を行っていた。英仏はこの提案に同調していた。ありがとうございます。